はい、それじゃあレザーブレスレットを作るために必要なものの紹介っていうことからいきたいと思います。まあ、こちら型紙です。型紙はまあこんな感じでいこうかなと思ってますと、ベルトのバックルになってくる今回はこのオカメビジョというのを使うかなと思ってます。内径 15mm のやつです。それと、両面消化締め、これ実際は一組あれば足ります。まあ、1袋買ってもまあ10個入りで60円とかのものなんで、はい。と、革なんですけども湘南グレージングベンズ、まあ、サドルレザーですね。それの、まあ、ナチュラルを今回は使おうかなと思ってます。こちら2ミリ厚、それと、裏張りに使う1ミリ厚のやつを、用意してます。はい、それではまずこの型紙を革に毛がいていきたいなと思います。まあ型紙を置いてもらって丸に置いてもらってっていうか、まあ、置いてっていう感じですけどね。こういう感じ。そしたらこんな感じで毛描きができましたので、で今回ですね、実際、まあ、ベルト以外のところっていうのは裏表で革を貼り合わせるんで、とこ処理というのはしません。でベルトの方だけとこ処理するんで、このままだとちょっとはみ出しちゃってやりにくいんで、ベルトの分だけ先に粗立ちをします。まあこういった革包丁でやっていきます。この革包丁なんですけれども、まあ、僕は使うたんびに研いで、この革切るときにあんまりもうガリガリ音がするようになるともう絶対研ぎ直すっていう感じでやってます。はい、こんな感じでこっちができました。そしたらこのベルトに使う分の革、裏側この床面ですね、こちらを処理していきたいと思います。で、まあ、こうやって撫でて、こっちにはスムーズにて、逆にするとすごくこう毛羽立ちがしてくる。で、床処理っていうのはこのうちは CMC 使うんですけども、それでこの毛羽立ちをまあ撫でつけるという感じになるんで、まあ、こっち行くと毛が寝るので、その方向に塗っていきたいと思います。で、まあ、とはいえこっち方向に行くと、まあ、すごくはみ出しちゃうので、最初はもうこんな感じで全体にで、若干大きめにカットしてあるんで、あんまり端っこまで行くとこうはみ出したやつが、まあ、表側銀目についちゃうとシミになっちゃうんで、そんなに端っこまでは塗らないようにしてます。で、まあ、ちょっとあまりにも少ないなっていうところはこんな感じで、で、まあ、しっこはみ出てそうなところはこうあらかじめちょっと拭いた上で、ガラス板でこれも毛の寝る方向に、まああんまりたっぷり塗られてるところとか薄くなっちゃったところっていうムラが出ないように、こんな感じで軽く撫でておきます。で、実際磨くのはこの今すごく濡れて色変わってますけども、生乾きになってから磨くという形になるんで、ちょっと待ちたいと思います。はい、そしたら先ほど CMC 塗ったところが、まあ、あと少しで完全に乾くっていうぐらいまでなってきたんで、このガラス板で磨いていこうと思います。あとさっき最初に言うの忘れてたんですけど、まあ、
この工作用紙今下に引いてます。なんでかというとこう磨くときに、まあ、普段使ってるカッティングボードだと結構カッターのこう切れ目で表面がデコボコしてたりするんで、その状態でこうやって磨くとこの銀面に傷が入ったりすることがあるんで、まあそういったことがないようにということでこの厚紙を引いてやるようにしてます。でこれもこの毛が寝る方向にガラス板で、まあ、毛羽立ちを寝かしていくって感じですね。こういう感じでこすると、まあ帰ってくる時にせっかく寝た毛を起こしちゃうんで、割と僕はこう押す側に力を入れてこんな感じで最初は特に。でこうやってやってるとだんだん、まあ、光の加減で見ないと分かりにくいと思うんですけども、この床面にツヤが出てきます。で僕は結構がっつりピカピカにしたい方なんで、ある程度寝たらこのまん丸のところとちょっと角のところっていうのがこのガラス板にあるんですけど、この角のところでよりギュッと寝かすイメージで押すと思います。まあこんな感じかなと。でちょっと映るかどうかわかんないんですけども、うん、ツヤ吸ってんのかな。まあこんな感じで磨きました。じゃあ、皮の方を切っていきたいと思います。まあ、こんな感じで、はい、そしたらまあカット終わりまして、だいぶスキップしましたけれども、あのまあこういった形でできてます。で、ベルトを通さな、こういう微乗抜きって言われるやつで開けて、まあ、こっちベルトの方はちっちゃいんで、まあ、こうやってます。でこことかはちょっと長さが必要なんで2回こう重ねてずらしてか打って穴広げてます。あとまあ一応、裏側にピースの刻印も入れてきました。はい、はい、そしたら、ブレスレットのボディを作るんですけれども、これまあ、見ていただいて分かるように、まあ表地裏地っていう感じなんですけど、長さがかなり違うんですね。でどうしてかっていうと、まあこれ最終的にどうするか、曲げながら貼っていくんですね。で今こう長さ違うじゃないですか。曲げてこう内周に貼ると長さが揃うと、まあこの厚み分があるんで、でこれをしないでまっすぐのまま貼り付けちゃうと、今度逆に曲げた時に内側の側にすごいシワが寄っちゃうっていうことなんで、まあこうやって曲げて貼るように、でそれの差を見越してこう長さを変えてある。でまあ先ほどこう曲げて貼るって言いましたけども、曲げた後何するかって縫うんですけども、実際ですね、縫うガイドラインとかそういうのを引かなきゃいけないです。で曲げた状態で引くと、まあ線が歪んだりとかそういったこともあるんで、その縫うためのガイドラインっていうのはこの平面のうちにもうこのパーツに引いていこうかなと思います。そしたらこちらの側に縫うための、まあ、ガイドラインと下穴ですかね、開けていくんですが、実際これは表裏貼り合わせてちょっと余分めに大きく型紙ができてて、最終的にはこの周りを5ミリずつカットして切り揃えるっていう形になります。で、なので、まあ実際出来上がりは端から3ミリのところに縫い目が来るんですけども、現状5ミリ大きく
作られているので8ミリ、この皮の端から8ミリのところにガイドラインを入れると。で、まあこれデバイダーでやっていきます。そしたらですね、まあデバイダーでこの皮の縁から8ミリのところに線が引けました。次は、縫うための、まあ、下穴を開けとく作業になるんですけども、まあ、こういった形でひしめ打ちで、印をつけていきます。でこの段階では最終的に2枚貼り合わせた状態で穴貫通させるんで、もう印だけです。でこんな感じで、ガイドに沿って印を打っていきます。はい、そしたらこういう感じで、全体的に縫い終わったんで次の工程に行きたいと思います。まあ、ちなみに、まあ、僕縫い方なんですけども、平縫いではなくて、まあ、サドルステッチっていうことで、俗に言う両面斜め縫いっていうんですかね。まあこういった感じで表側斜めで、裏もまあ斜めで揃うっていう縫い方でやってます。そしたら次の工程なんですけども、まあ、最初の方に言った通りに、まあ、これ実際揃えてカットするようにかなり広めに通ってあるんで、この余白を、まあ、ちょうどいい広さにカットすると。でカットするためのガイドラインを引いていきます。まあ、これデバイダー 5mm にセットしてます。でこういった感じでカットする線を描いていくっていう感じになります。でまあこんな感じでデバイダーでぐるっと周り線引いてカットするあたりが引けましたんで、これを切っていこうと思います。はい、そしたら、周りの余分なところのカットが終わったんで、切り落としをしていきたいと思います。もうこの小刃に印薄く塗って、まあ、この布ではみ出した分を拭き取って、でこのウッドスリッカーで磨いていくという形になります。はい、そしたら CMC 塗って、まあ、周りぐるっと一周終わったんですけども、さらにこのリューターに、小刃磨きビットつけて磨いていきます。でこれまあ別に普通にスリッカーだけでもいいんですけど、これするメリットって、この小刃にはみ出してきた、まあさっきスリッカーしたら若干貼り合わせの時に使ったボンドっていうのが少しこう小刃に浮いてくるんですよね。これをこのビットでこすってあげると、まあ、高速で弾き飛ばすことができるんで、よりコバがクリーンで綺麗な感じになるっていうんで、こういうことをやってます。はい、そしたら、CMC 塗ってこのスリッカーで磨くっていうのがひとしきり終了しました。で、さらにということで、このグレージングトップ、こちらを塗って仕上げたいと思ってます。Don't mind the sound of my shoes on your floor. Don't mind selling out or playing cover songs.
Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster cars. そしたらですね、先ほどのグレージングトップを塗って磨くところまでやったんですけども、さらにということで、こちらのコバワックスを溶かし込んでいきたいと思います。まあ最後このハンプでコバワックスの表面を磨いてツヤを出していきます。コバワックス塗ってこのハンプで磨くっていうのが出し切り終わりました、実際カメラまあ強いかどうかですけども、かなりツヤが出て綺麗なコバに仕上がりました。それじゃあですね、まあコバワックスに磨いて、ベルトにバックルもつけて、まあ、これで完成という形になります。最終的なイメージ、こういう感じですね。はい、これで完成になります。いろいろ、まあ、結構途中スキップしてお見せしたんですけども、まあ、こんな感じで作ってるよということで見ていただけたらなと思って作成しました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。まあ、今後もですね、時々こういった形で、まあ、作っているところとかお見せできたらなと思ってますので、まあ、よろしかったらチャンネル登録していただけたらなと思います。あと概要欄の方にベースのうちのショップの URL も、載せてますんで、そちらの方も他の商品とかいろいろありますんで、ご覧いただけたらなと思います。ありがとうございました。